NTT ドコモドコモタブレットドコモタブレットとは2011年9月8日に発表された NTT ドコモの携帯電話の分類の一つであるドコモタブレットというカテゴリーは2011年9月8日にギャラクシータブ10.1 LTE SC-01D およびアローズタブ LTE F-01D と同時に発表された このドコモタブレットが登場する以前もドコモはタブレット端末としてギャラクシータブ SC-01C やオプティマスパッド L-06C を発売してきたがそれらはいずれもドコモスマートフォンに属していたしかし次世代通信方式クシー対応のタブレット端末 SC-01D と F-01D の発表に合わせ タブレット端末を分類するための新カテゴリー、ドコモタブレットを創設することになった。これに伴い、ドコモスマートフォンとして、発売済みの SC-01C および、L、L-06C についても、ドコモタブレットに依存することになった。また、クシー対応タブレットにおいては、クシータブレットというブランドも与えられている。二0 1年九月より提供が開始された、 sp モードにより、i モードメールと同様に、ドコモ n e j p のドメイン名のメールアドレスを利用可能である。なお、タブレット端末のうち、ソニータブレットについては、アップルの iPad のように製造メーカーであるソニーが主導する商品であるため、ドコモタブレットとはなっておらず、ドコモでも独立したラインナップとして位置づけていたが、エクスペリアタブレット、 ZSO-03E はドコモタブレットの一つとなっている。2012年3月26日に Android 4.0へのバージョンアップが発表された。2013年5月8日に Android 4.1、4.2へのバージョンアップ対象機種と検討している機種が発表された。一部の端末では音声通話機能を備える。タブレット端末ゆえに 全機種が大容量のバッテリーを備えているが、その関係上いずれもバッテリーの取り外しができない。交換は、ドコモショップへの持ち込みで預かり修理となる。バッテリー容量と交換代金は、以下の通り。ドコモプレミアクラブの修理代金サポートも対象外の、ため全額実費である。クシーに対応した、タブレット2機種を開発 ABC アップデートで、対応。 別売りの USBDAC が必要。ダウンロードのみ。AB、ドコモウィズシリーズ、ドコモネクストシリーズ、ドコモタブレットの Android 4.0のバージョンアップについて NTT ドコモ2012年3月26日発表。ドコモ、Galaxy Tab 10.1 LTE SC-01D を Android 4.0に更新。 携帯ウォッチ http コロンスラッシュスラッシュ k ダッシュ tai.inpress.co.jp スラッシュ docs スラッシュニューススラッシュ 2012082755595html ドコモのアローズタブ LTE がアンドロイド4 0に 携帯ウォッチ http コロンスラッシュスラッシュ k ダッシュ tai.inpress.co.jp スラッシュ docs スラッシュニューススラッシュ 20120927562601html ハットメリアスタブ n-06d の製品アップデート情報 NTT ドコモ http://www.nttdocomo.co.jp:/support:/utilization:/product:/update:/list:/n06d:/index:/html://galaxy-tab7.0:/sc-02d の製品アップデート情報 n t t ドコモ、http://www.nttdocomo.co.jp:/support/utilization/product,update,list, s c 0 2 d i n d e x h t m l ドコモからのお知らせ、Android 4.1、Android 4.2へのバージョンアップ予定製品について、 2013年5月8日閲覧。アローズタブ F-05E の製品アップデート情報お客様サポート NTT ドコモ。アローズタブ F-02F の製品アップデート情報お客様サポート NTT ドコモエクスペリア Z4 タブレット SO-05G サポート情報お客様サポート NTT ドコモ。ありがとうございます。